皆さんこんにちは、ゆりぱんです。今回も動画をご覧いただいてありがとうございます。さて今日は2020年の1月6日。今日から仕事始めだったっていう方も多かったんじゃないかなと思います。私もですね、今日が仕事始めで、今日は福岡オープントップバスの乗車券カウンターでチケットの発券業務をしてきました。 そしてですね、あの2020年になったということで皆さん何か新年新しいことを始めたよという方いらっしゃいますでしょうか私は前回の動画でも少しお話ししたように今年に入ってからショールームの前田裕二さんが運営するオンラインサロンメモーマ塾というのに入会をしました。 今までですね、去年までもオンラインサロンっていうもの結構話題になってたので、入ってみたいなーっていう気持ちはあったんですけど、なかなかね、どのオンラインサロンに入ろうかっていうのを悩んで、ちょっと足踏みをしていたんですけれども、ですね、私、あの、前田祐二さんの著書であるメモの魔力という本を持ってたので、それをきっかけに今回、あの、前田さんのオンラインサロンメモ魔塾にも入会をすることにしました。 そしてですね今日その1月6日に前田裕二さんからオンラインサロンの中でこんな宿題が発表されたんです。それが 皆さんの2020年に伸ばしたい能力ベスト3を教えてくださいっていう内容だったんです。でそれ具体的にはなぜその能力を伸ばしたいのかっていう理由とじゃあその能力を伸ばすためにどんなことをするかっていうその方法についてもあの発表しましょうっていうもので、まあ、それをあのハッシュタグをつけてツイッター上で発表しましょうっていうのがお題だったんですね。で私も今日そのお仕事のの休憩時間を使って、まあ、自分の伸ばしたい能力っていう っていうのをいろいろ考えてまとめてツイートをしました。なんですけど、あのツイッターってやっぱり140字っていう字数制限があるので。 そのの140字に収めるのが結構大変だったんですよ本当はその140字に書ききれない思いとかもすごくいっぱいあったのに、まあ、全部ねあの集約しなきゃいけないっていうので140字に無理くりこう押し込めて投稿したのでその伸ばしたい能力なぜ伸ばしたいのかっていうその思いをですねもうちょっとちょっと語りたいなと思いまして今回はこの YouTube 内で。 ユリパンの2020年に伸ばしたい能力ベスト3についてお話をさせていただけたらと思いました。 はい。というわけで、まあ、メモ魔術のハッシュタグからもし来てくださってる方がいたら、まあ、すごく嬉しいなと思うんですけれども、まあ、それ以外の方たちにも、ああ、ユリパンは今年こんなこと頑張るんだなっていうのもね、なんか見ていただけたらなと思います。私もね、自分自身こうやって皆さんに発信することで、あの、気持ちをね、常に強く持っていられるようにしたいと思いますので、ぜひよかったら聞いていただけたらと思います。早速ですが、 ゆりパンの2020年に伸ばしていきたい能力ベスト3第3位は女子力です。この女子力は、 女女に志すと書いて女子力です私の作った言葉なんですけど一般的に女子力というふうに聞くとあの女の子と書いた女子力ですねこっちの方の女子力だと例えばのいつもね髪の毛巻き巻きで可愛くおしゃれにしてるとかなんかすごく飲み会とかでね取り分けしたりとかすごい気が利くねっていう子のことを女子力高いねって言ったりすると思うんですよ。 なんだけど私の考える志す方の女子力っていうのは一般的な女子力よりも一歩踏み込んだものだと思っていてその外見とかね あの気遣いの部分での女性らしさっていうのに磨きをかけるっていうのはもちろんなんですけれども例えば一人の働く女性として仕事に対しての目標を女性ならではの視点で突き詰めていくっていう部分の志だったりとか私あのそれこそ去年結婚して一人の妻になったわけですよねだからの妻として、まあ、家庭も大事にしながらでもそれ以外でも自分の可能性を広げていきたいっていうなんかそういうもっと 女性らしさだけじゃなくて。 女女性ららしさっていう意味の女子力から一歩踏み込んだものもっと大きな意味での女性としての志っていうものを高く持ちたいなと思ってその気持ちを込めて女子力を選びました、まあ、なので今年は内面もそうだし外見もそうだしそして一人の妻として一人の働く女性として、まあ、いろんな面で志を高く持ってもっともっと素敵な女性になっていきたいなと思ったのでこの女子力を第3位に選びました。 そして具体的にどんな行動をしていきたいかっていうところなんですけれどももうこれねツイッター上では一言痩せる志高く行動っていう風に書きました。で痩せてもっと綺麗になりたいなと外見の部分でもそうやって磨きをかけるのを頑張りたいっていうのと仕事面でも常に自分の新しい可能性を探してもう野心をむき出しでねあのガツガツと仕事にも取り組んでいきたいという意味で。 はい、この女子力をにね磨きをかけられるように今年は頑張っていきたいと思います。続いて第2位は語学力です具体的には英語とフランス語についてですね強化をしていきたいなと思っています。 なぜ私がこの語学力を極めたいのかっていう理由の部分なんですけれども、あの、まず二つあるんですけれど、まず一つ目が、私今年ですね、ハネムーンを兼ねて海外旅行に行く予定があるんですね。えっと、実は二回ほど行く予定があって、一つがハワイ、そして二つ目がニューカレドニアです。で、これですね、ハワイが英語圏、ニューカレドニアがフランス語圏なんですよ。 でせっかく海外旅行に行くんだったらやっぱり現地の人と現地の言葉でスムーズにコミュニケーション取れたらただ単にそのね旅行が楽しいっていうだけじゃなくて、まあ、自分のその語学力をね生かす機会にもなるしいやなんかそういう目標があった方が語学勉強するって言った時にもなんか目標になるものがあった方が頑張れるかなっていうのもあるので、まあ、今回ちょっとそのハネムーンに向けて英語そして フランス語もですねもう本当に簡単な会話でいいからできるようになれたらなと思ってますそしてねもう一つの理由というのが英語の MC に挑戦できるようになりたいからなんですはいあの私そうですね普段 MC の仕事をしてるんですけれどもたまにですね英語のできる方いませんかっていうような案件が来る時があるんですよでそういう時にああ自分はなんか中学から ね、大学生にかけてまで英語をしっかり学んできたはずなのにそういう英語の案件が来た時に何にも挑戦できないんだっていうのがすごくなんか悔しいし恥ずかしいなって思う瞬間があったんですよね。だからら勉強して MC がでできるぐらいまでに 力をつけらられたらいいなと思ったのでこのの語学力を選びましたなので具体的にその語学力を伸ばすためにどんなことをしていきたいのかっていうところなんですけれどもまずはですね自分の日々やってる仕事とか生活の中の隙間時間を使ってできることももっとあるんじゃないのかなっていうふうに思いましたのでまずはその隙間時間を使っての学習っていうのを頑張っていきたいなと思ってます実際にですねフランス語は ちちょっと去年のうちからですね、あの私の持っている電子辞書でフランス語の日常会話とか,なんか旅行先での使えるフレーズとかっていうのをこう再生できる電子辞書があるんですけどその電子辞書で何回かです、ね、その挨拶だったりとか簡単な会話みたいなのとか聞いてて覚えたフレーズとかがあるんですよ。だから多分、隙間時間時も、 たたっった分とかっていうのはそういう時間を無駄にしないでコツコツ積み重ねていけば隙間時間だけでも本当にある程度の会話だったらできるぐらいの語学力つくんじゃないかなって思ってるんですよだから今年はまずはその隙間時間を有効活用して語学力英語とフランス語力をですね鍛えていけるようにしていきたいなと思ってますなのである程度それで力がついてきたなと思ったら今度次のステップでその英会話教室とかフランス語を 会話教室とかまあそういうのに通うっていうのも一つ手段かなと思っててます。す。さあ、そして第1位は、想像力ですひらがなで「想像力」というふうに書いたんですけどこれは頭で考えるという意味の想像力と何かを作り上げるという意味の想像力2つの意味を込めたいなと思ったのであえてひらがなで「想像力」というふうに表現をさせてもらいました。 なぜその2つの想像力を伸ばしていきたいのかというところになるんですけれどもやっぱり理由は単純に今っていうのは個人個人人の感性が評価される時代になので私も自分の感性を生かして、まあ、いろんなことを考えそれを形にしていけばそれが何かの評価につながって自分の可能性を広げることにつながるかなと思っているからです。 そしてねあと一つ付け足すとしたら私前回の動画で今年2020年の目標を脱ななんとなくとくいう,ふうに掲げましたこの「脱んとなく」は日々をなんとなーく過ごすのではなくて日々例えば感じたこと思ったこととかっていうのをこれ何か未来につなげられないかなとかこれ何か未来のためにこういうふうに行動に移していったら面白いんじゃないかなとかそういうふうにすることによってなんとなく過ぎていた日常っていうのから脱するって っていう意味で目標を掲げていたんですけれどもやっぱりその目標を達成するためにも自分で常に考える想像力そして自分の考えたものとかっていうのを実際形にするっていう意味での想像力この2つがとっても大切だなというふうに思いましたので、まあ、自分の伸ばしたい能力として、まあ、そしてその能力を伸ばすことによって自分の目標を達成することにもつながりますので選びました。はい そして具体的にこの想像力を伸ばしていくためにはやっぱり ととかかでの発信が大切にななってくるかなと思います。あとはですね、あの考える方の想像力は常に自分がその未来のために何ができるかなっていうのを考える癖をつけるっていうことで鍛えられるのかなと思いますので今年はまとにかく目標である脱なんとなくっていうのを達成するためにも常に未来のことを考えながらですね、あの想像してさらにその考えたこととかっていうのを形にする想像力の方もですね、あの養って いいいいけたらいいなと思っていますあとはですねその私その実は Twitter と YouTube の他にもま n s t a g r a もそうだし実はアメーバブログもやっていてこのアメーバブログはですね本当にアナウンサー試験を受けまくっている日々の時からつけている。 かなり昔からやってるアメブロで実はほんと去年の末ぐらいにこれもすっごい久しぶりに再開したブログなんですよねなので全然去年のうちはもうほんと9月10月11月をとびとびでしか全然更新できなかったんですけど今年はまあアメブロの方でもまた何か違った形での発信ができていったらいいなと思ってますだからねそのためにはまずね のツイッターとかインスタグラムとかアメブロとかでのあの発信の隅分けとかもちゃんとしなきゃいけないので、まずはこの辺もちょっとしっかり考えて、まあその発信力も強化していけたらいいなと思います。今回はゆりパンの二千二十年伸ばしていきたい能力ベスト三、女子力、語学力。 想像力についいててお話をさせたただきました今回ですね、こういうお話をするに至ったのも、あの、オンラインサロン、メモ魔術の中で、前田さんから宿題を出されたことがきっかけだったので、まあ、本当にですね、これ考えるいいきっかけだったなというふうに思っています。そしてですねこの 前田さんのメモ魔塾宿題というハッシュタグで今のオンラインサロンの仲間たちがみんなツイッター上でつぶやいてるんですけれどもあの自分以外の人たちがどういう能力伸ばしたいと思ってるのかなっていうのを見させていただくと本当にね皆さんの前向きな思いとか自分がね逆に言うとこう私が考えられなかったようなあのこんなところ伸ばしていきたいなっていう面白い意見とかがたくさん載っててもう本当どれを見てもねすごく素敵だなっていうふうに思うんですよだからそういうね 他の人の人意見にも触れられらるし自分についてもあ今年どういうところを伸ばしていきたいかなっていう考えるきっかけになったので本当に今回ですねその前田さんのオンラインサロンに入ってよかったなって本当に思いましたこれから先もですねそのオンラインサロンでの活動も楽しみにしつつ私も個人でですねこの YouTube のチャンネルの方などももっともっと頑張っていきたいなと思いました はい、今回も最後まで動画ご覧いただいて本当に本当にありがとうございましたよかったらですねあの高評価とチャンネル登録お願いいたしますあとはですねあのコメントもあのいただけるとすごく嬉しいのでよかったらねあの何か一言でも二言でもコメントもいただけたら嬉しいなと思いますそれでは次回もまた楽しい動画をお送りできるように頑張っていきたいと思います引き続きよろしくお願いします皆さんありがとうございましたバイバーイ